はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第167回でございます。今回テーマが11月のポイントですね。まあ11月1週目っていうこともありますので、まああと質問がね、相談をたくさんいただいてますんで、まあその辺を話していこうかと思います。で、まず先週ですよね。やっぱり空いちゃったんですよ。で、言い忘れたんですけど、引っ越しをちょっとしまして、そう。で、その関係で、まあ、ネットが使えなかったりとか、もうバタバタなんですよね。今仕事の部屋を今回まあ作って、新たに作って、まあカオスですよ。まだ片付いてないんですけど、まあ一応ね撮影はできるようになったので、今こうやって撮ってるんですが、まあそれでね、一週間空いてしまって申し訳なかったです。で、まあ早速、今回いろいろと話していこうと思うんですが、多分ね、長くなると思います。ただ、11月のポイントは最初に話してしまいますので、ぜひそこは聞いていただけたらと思うんですけど、この前、ツイッターにもね、1日かなにツイートしたんですけど、11月って、まあ、特に受験生の話になるんですが、11月っていうのはですね、ものすごく心身ともにね、結構やられる子が多い時期なんですね。やられるっていうのは体調を崩すっていう、心身両方です。心も体もなんですけど。で、まず体については、まあ、いつも言ってますけど、もう手洗いうがい。すごい基本的なことなんですが、手洗いうがいをするしないって、風邪をひく体調を崩す確率がものすごく変わるんですね。なので、そこのま基本的なこと、もう家帰って手洗ってうがいするなんてもう1分ですぐもう終わるじゃないですか。で、そのぐらいのことなので、そこはもうしっかり習慣にしてください。とにかくどこに行っても手洗いうがいを意識するっていう。できればそのうがい薬みたいなのを使っていただけるともっといいんですけど、体に合うものをね。で、それ、まあ、それ体の面ですね。まあ、やっぱ、寒くなってきたっていうところもあるんですが、体調崩せないように、まずね、皆さん気をつけてください。で、もう一個、心の方なんですけど、ここはですね、何がきつくなるかっていうと、まあ、勉強は受験生ね、まあ、こう、だんだん気持ち的にも追い込まれてきて、この月ってね、やってるのに伸びない感覚にすごくなるんです。確かに実際に得点が伸びない子もいると思います。自分実際、その大学受験の話ですけど、この時期の模試めちゃくちゃ落ちたんですよね。そう、11月だったら15日忘れちゃったけど、もうね、伸びないどころか落ちるっていう。で、ちなみになんですけど、一回落ちたぐらいだったら気にしなくていいです、基本的には。そんなに、まあ、気にしないって言い方はあれだけど、そんなになんかガッて真に受けなくていい。そこまで凹まない。でも自分の場合はね、2回落ちたんだよね、連続で。で、これは実際自分の生徒でもよく言うんですけど、2回連続は落とすなっていう。そう。っていうのよく話をするのね。で、なぜかっていうと、2回連続でテストとかで落としてしまうと得点を、あ、もうダメなんだって思っちゃうのね。で、1回落ちるじゃないですか。例えばいい感じで上がってたんだけど、落ちましたって。確かに、あ、マジか、なんであんなに勉強したのにってなるんだけど、いや、今回たまたま落ちたかもしれないって心のどっかで思うことができる。まだ、人っていうのはね。でも2回落ちてしまうと、あ、もうやっぱダメなんだってなっちゃう。で、もしかしたらもうこのね、今ダラダラジオこれを聞いてくれてる方の中には、もう2回落ちちゃってもうそのモチベーションになってますよっていう方もいるかもしれない。自分もそうだったからね。そうなってたからさ。で、そこの対処っていうかそっからまた上げる方法もあるんだけど、やっぱりモチベーションっていうか気持ちは落ちてしまうと上げにくいの。だからできる限り落ちないようにしてほしい。で、今月、ぜひ意識してほしいことは、まず、周りと比べないようにするのが一番いいんだけど、本当は。でもそれ難しいから、やっぱり。比べちゃうんだけど、ひとまず、一日勉強しますよね。もちろん学校があったりするから勉強時間なかなか確保できないかもしれないけど、家帰って、まあ1時間、2時間、3時間わからないけど、勉強したと。そしたら、寝る前とかに、今日何ができるようになったのかっていうのを必ず確認してください。で、それは別に勉強机に座って確認しなきゃいけないってわけじゃないんです。自分がよくやってた、もちろんこれはみんなの生活サイクルによるから無理に合わせなくていいからね、うまく合わせてね、みんなで。例えばだよ。じゃあ学校から帰ってきます。まあ部活、まあ受験生はもうないからほとんどの子は。例えば吹奏楽のことはたまに残ってるけどね、この時期ね。まあ部活がないから、まあ4時とか5時に帰ってくると。で、まあどのタイミングで勉強するかわかんないけど、個人的な理想は、学校帰ってきてすぐ勉強します。まず。すぐね。で、勉強して、だいたい夕食時になるでしょ。で、そこでも夕食とか。で、風呂すぐ入っちゃってもいいし、風呂はね、夜もう最後に入りたいって子もいると思うんで、ポカポカしたまんま、なんだ、髪乾かして、布団にダイブみたいな。ね、それはまあみんな分かれると思うんだけど、
で、夕食食べました。まあ、ちょっとテレビ見るかもしれないよね。で、勉強っていうのは、例えば1日3時間やるって決めたら、3時間一気にやるよりも、1時間を3回分けた方が効率がいい。基本的には。と思っていて。で、じゃあ、帰宅してすぐの1時間で勉強したことを、夕食を挟んで次の1時間で覚えてるかを確認したりするんです。そしたら短い期間に繰り返し勉強ができるでしょ。一回勉強じゃないものを間に挟むと記憶は飛びます、ちょっと。でも、もう一回覚え直すって作業をすると頭に定着するから。そうやって分割してほしいんだけど。で、まあそれを2分割か3分割かわからないけど勉強しましたと。で、最後。それをまあ寝る前に、まあお風呂、最後にね、お風呂入る子だったらお風呂の中でも構わないです。今日何覚えたっけって。例えばじゃあ歴史を勉強してた子がいたら、歴史？例えばじゃあ江戸時代やってたら、江戸のじゃあ、徳川がどうのこうのみたいな、参勤交代があれやったなって、あ、家光がとか、自分が今日覚えたことを頑張って言ってみる。で、あれでも、あれだって家光の後、あれ生類憐れみ誰だっけみたいな。ってなったら、お風呂出たらもう一回勉強っていうか覚え直せばいいじゃん。それは別に勉強机座って、よし勉強しようって思わなくてもいいんだよ。ただ単にさっきやったことなんだっけって確認するだけじゃん。でもその確認ってものすごく大事だし、寝るまでに自分が何をやったかっていうことを整理することで、人って寝てる間に頭の中で整理するの。記憶が定着しやすくなる。だから寝る前に必ずもう一回整理してあげる。やったことを。で、それで寝た時にその吸収しやすいって言い方合ってるかわからないけど、頭に定着する量を増やすっていう。効率的にね、いいでしょ、そこが。そこがいいメリットだし、もう一個は、確認することで、あ、今日私、今日俺、これ頑張って覚えたんだなって。それを確認できる。で、それを確認することで、あ、ちょっとでも前に進んでるんだなって思ってほしいの。これをやらないと、やってもやっても伸びてない気がするんだよね。で、そうすると、やっても意味がないんじゃないかって思い始める。でも、やらないと不安になるからやるんだよ、みんな。けど、やらない、やってもしょうがないんじゃないかな、無駄なんじゃないかなって、心のどっかで思いながら勉強するのって、ものすごい効率が悪くなります。だって、モチベーション下がってるから、そこで。じゃなくって、一歩一歩、ね、うさぎと亀の話じゃないけど、亀のペースかもしれない。でも、一歩一歩前に進んでるよね、っていうのを確認しながら、今月は過ごしてください。これがすごく大事。モチベーションが保ちやすいです、これは。で、例えば、めちゃくちゃ仲がいい親友とかがいるんだったら、親友同士で、毎日、例えばみんな LINE とかあるわけじゃん。できればあんま LINE にね、やってほしくないんだけど、でも、LINE とか、学校で確認するのも構わないんで、昨日何やったって、これから覚えたっていうのを確認し合うとかも OK です。そういうのができるノリの子がいるんだったら、友達で。それを、は、何それ、意味わかんないとかって言っちゃう子だったらね、無理にやんなくていいけど、友達とは。まあそれはケースバイケースでね、みんなの状況によると思いますけど、その確認してね、一歩一歩進んでるっていうことをぜひ実感しながら一日一日過ごしてください。これは本当は今月だけじゃないんだけどね、その11番、その前の月も12月以降もすごく大事なことになるんですけど、12月になると今度冬休みがあるでしょ。で、冬休みになるとまたね、塾行ってる子は講習が始まったりとか、でも最後の長期じゃないけどね、まあ休みになるから、なんかね、もう雰囲気的にやんなきゃってなるから結構集中できるようになってくるんですけど、この11月が大事、すごく。ここをね、すっぽかしちゃうと、その12月に伸びなくなるんだよね。そう。だからぜひね、そこを、まあ、すごい、ね、不安になる時期です、今月は。不安になる時期なんだけど、不安になることは悪いことじゃないから。気持ちが下がるのも悪いことじゃないの。でも足を止めるわけにはいかないんだよね。勉強って、例えば、ある、ものをやったりとか、あるものを食べたりしたら、急激に頭が良くなるなんてことは絶対ない。そんな裏技的なことは。一歩一歩地道に進んでいくしかないんだよね。やっていくしかないっていう。そう。もちろんそこにやり方がね、ちょっと効率的なやり方とかありますよ。そういうのはあるけども、そんなんちょっとした小技だから。小さな技っす、そんな。大事なのは、モチベーション高く、そして、よくね、話しますけど、みんなが志望校に受かった後のことをしっかり想像して、いいイメージを持って、一日一日を大切に過ごしてください。それが、今月の
ポイントです。ぜひね、まあ、参考になるかわからないですけど、ちょっとやってみようかなって思ってもらえたら、ぜひやってみてください。で、次ですね、教えていただきありがとうございました。これはですね、前回のダラダラジオで、理科の詩種シリーズをちょっと取りたいという話をしまして、みんなが住んでる地域の受験問題に、小問集合があるかどうかをコメント欄とか、あとメール、ツイッターで、結構ね、ほんとたくさんの方から教えていただきまして、ほんとありがとうございました。で、確認したらですね、ないんですよね、量はそんなに。で、多分2本ぐらい取れるんですよ、今のところ。で、まあ、たった2問でいいのかなってちょっと迷ってるんですけど、今、現段階ではね、迷ってるんですが、まあ、他の理科のリクエストもいっぱいあったけどね、あったけど、理科はですね、ぶっちゃけると、例えば、なんだ、実験の図とか、いろいろね、そう書くものが多くなってしまうので、まあ、コピー使ってもいいとは思うんですけど、そう、準備にね、あまりにも時間かかるのと、あまりにもこう、問題が、を変えにくいんですよね。変えられないか、正直は。数字を変えることはできますけど、計算のね。数学とかと違って変えにくくなっちゃうので、そう、使いにくいんですよね。動画にするときに。ただ、まあ、いろいろ今ね、こう、今回コメント欄見させてもらって、やっぱり理科のね、受験対策、以前ちょっと通ってたんですけど、まあ、なんだろう、ニーズが多いというか、やってほしいっていう声が多かったので、まあ、何らかの形では、動画をちょっとやってみたいなとは思っております。ちょっとはっきり発表できなくて申し訳ないんですけど、ただ、ひとまずね、コメント欄本当に助かりましたので、ありがとうございました。で、ラストですね、来年の3月っていう話なんですが、これですね、去年と一昨年は、11月にイベントをやったんですよ、自分。個人で。自分、ウームさんとか、ウームさん知ってるかな？YouTuber のね、有名な方が所属してる事務所。他にもウームさん以外にも事務所みたいなのあるんですが、自分どこにも所属してないので、そう、なので、この勉強でね、ちゃんと登録、所属してないんで、個人でやるしかないんですけど、去年と一昨年、まあ、イベント、なんだ、達成、目標達成したっていうのもあって、実際に会いに行って、皆さんのところに、そう、で、ちょっとお話をするみたいな、そう、ありがとうを直接言いに行くみたいな、をやったんですよ。去年とかは2泊3日ですね。本当に、南は福岡、北は山形までだったかな、去年は。行ったり、本当ね、新幹線をこう、分刻みでスケジュールしてやったんですけど、で、今年やらないですかっていう話があったんですが、まあ、引っ越ししたりとか、あと下の子が生まれたりしたこともあったので、ちょっと今年はですね、あと目標達成してないんだよね、今年ね。そう、達成できないので、今年は。そう、まあ、それもあったんで、年内はイベントはやりません。ただですね、来年の3月にみんなが受験終わった後ですね、もちろん受験生だけじゃないんですけど、まあ、去年と同じような形で会いに行くイベントか、もしくは結構リクエストが多い、まあオフ会ですよね。例えばもう、例えば大阪のどこどこにでやりますみたいな。集まれる方はみたいな。わかんないけど。どっちがいいのかわかんないんだけど、でも何かしらの形でね、会いたいと思ってくださる方がいるんであれば、会いに行って、直接なんかお話ししてね。それで、だってもう楽しい気持ちになってもらえるんだったら自分はやった意味があるかなとは思うから、というふうに思っておりますので、もしよかったら、ちょっとこれまだ正式じゃないんで何とも言えないんですけど、できそうだったらやっていますので、また近くなったらお話ししますので、よろしくお願いします。はい、ということで、本当はね、この10日間ぐらい撮影ができなかったので、まあ、その期間、いろいろね、ああなこと考えたんですよ。いろんなこと悩んだんですが、それ話そうと思ったんですけど、ちょっともう14分なっているので、今回はこれで終わりたいと思います。では、今回はハイチのダラダラジオ第167回、11月のポイントというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。では、次回、そうですね。まあ、その話をするか相談に答えるかわからないんですけど、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。